はいそれでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。1日1冊読書家のマルスです。このチャンネルでは私が1日1冊本を紹介、レビューしています。で、普段はビジネス書についてご紹介することが多いんですけれども、その他には心理学であったりとか、また英語学習についての本をご紹介することが多いです。で他のジャンルについてはチャンネルページに再生リストが作ってありますので、よろしければそちらからご覧ください。またこの動画の説明欄にもリンクが貼ってあります。 で今日ご紹介する本はこちらの英文法の謎を解くというタイトルの本になります。でちょっとあのタイトルからは内容が分かりにくいんですけれども、えっと、英語学習についてです。で主に英文法の、えーまあ、内容について著者が説明しているという内容になっています。でえっとまあ この本が書かれたのがですね、実は、えっと、ちょっと古くて1995年になります。ですので、もう今から20年以上前の本ですので、えっとまあ、その辺の時代背景はあるんですけれども、まあ、あの全体としてなぜ日本人は英語ができないのか、そして欧米人と同じようなナチュラルな英語を話すためには、まあ、どういう、えー、理解の仕方が必要なのかということが書いてあります。で、ただですね、内容自体は、えっと、この新書サイズで、 えーとなんか文法書というほど細かくは書いてないんですけれどもかといって手短に分かりやすく書いてあるかというとそうでもないとちょっとああののの位置づけとととししして難いい書きぶりなのかなかう印象でしたでたちょっとあのネガティブなことを言ってしまうんですけれどもどちらかというと、まあ、海外経験のある著者が、まあ、英語っていうのはこういうふうにしたらできるんだよっていうことを、まあ、何かこうアピールしたい。まああそういっった意図があって、えーまあ 著者が知っていることについて書いているのかなというような内容、まあ、そういった印象を受けましたなので、えっとまあ、漏れなくダブりなく紹介されているというよりは、まあ、あの特定のトピックについて、まあ、日本人が間違いやすい内容について、まあ、著者が説明をしているという内容でしたでちょっとあのまあ実はですね読み始めて、えーまあ 非常にに初めの方にですね少し残念な書きぶりがあったので私自身は実はあの全て読めなかったんですけれども、えー、まあ日本というのは、えー、まあ言語的に孤立した国であると、まあ、そういうような記述がありまして、まあ、それについては、まあ、あの正しい指摘かなと思うんですけれども、えー、日本はこの2000年の間中国の歴代王朝中華帝国の属国としての地位にあったと。 しかし表面上は絶対に中国に屈服しないで少なくとも政治的には対等であるというふりをして痩せ我慢をし,たしてきた国であるというような主張がありました。 でえっとまあ、今私自身、えー、アメリカに、えー、住んでいるんですけれども、えー、日本を出てみて気が付いた一番大きなこととして日本っていうのはあの素晴らしい国なんだということを外国に出てみて、まあ、初めて気がつきましたんで素晴らしいっていうのは色々な意味があると思うんですけれども、えーまあ、例えば今中国少しまあコメントに出た中国なんかと GDP を比較しても、まあ、抜かれてしまいましたけれどもそれでもまだ世界第3位の GDP を持っている国であると。 まあもちろん未来について悲観的な論調もありますけれどもそれでも世界に200カ国以上ある中で3位というようなまあ経済大国を維持していますし、えー、まあ実際日本を離れてみるとですねあの本当に素晴らしい文化であったりとか行き届いた人々の感性、まあ、そういったものについてまあ感銘をまあ改めて受けるというような経験をしました。でですので、まあこのこ著者があのイギリスに、えー 行かれてた経験があるそうなんですけれども、まあ、そういう立場でありながら、えー、日本のことを、まあ、中国の属国であったというふうに書いてある点については、まあ、少し残念な印象を受けました。でえー、っと 実はですねこの著者のまあその経歴というか、まあ、どういった方なのかっていうのを、まあ、少しあの気になって調べてみたんですけれども、えー、とまあこの副島孝彦さんという方で副島孝彦の「学問道場」というような、えー、とウェブページを、えー、まあ、作って管理をされているそうなんですけれども、えー、とちらっと見てみると、えー、ノートルダム・ 寺院の大火災についてのまあ、ニュースが今出てきまして、あの非常にタイムリーだと思うんですけども、4月の20日の投稿でですね、えー、そのノートルダム寺院の大火災はやらせであるというようなタイトルの記事がありました。で、あの、ちょっと全部これも読んでないんですけれども。それでまあコメントするのも良くないんですけれどもちょっとですね。感性としてなかなかあの自分の中ではこう折り合えないというか、まあ、独特な感性を持って主張されている方なのかなというような印象を受けました。 でそのノートルダム寺院というのが、えっとまあ、火災に今見舞われているとで、まあ、世界中の人々が興味を持っている話題だと思うんですけれどもそれに対して捏造であるというようなことを書いていると。 でちょっともしそれが本当に仮に事実であれば、まあ、私の勉強不足なんですけれども、まあ、万が一そんなことはないんじゃないかなというふうに私自身は思っていますので、まあ、それを、えーまあ、あのホームページ上で。 えこう堂々と主張されているというところで、まあ、少し何、えー、ていうのかなあの考え方として、まあ、特徴のあるというか、まあ、ユニークな方なのかなということを、えー、まあこの本を読み終わった後とで、まあ、少しまあ感じましたあのこの本のレビューと直接関係ないので、まあ、打足なんですけれども、えー、まあ経歴としてまあイギリスにいらっしゃって、えー、とヨゼミの講師とか評論家とか、まあ、そういった経歴を持っている方だそうです。 はい、あのちょっと本の内容については、えっと、非常に簡単になってしまったんですけれども、えーまあ、例えばですね海外駐在をしていて、えっと、自分なりに英語をこう理解しようとして毎日使ってみているんだけれどもどうしてもかゆいところで何か分かんない感覚があると、まあ、そういうような方にはあの場合によって役に立つのかなという印象だったんですけれども。 ま日本にいて丁寧に英文法を一つ一つ理解したいとか、えー、またえー、っとそのカジュアルな英語表現っていうのをたくさん覚えたいとか、まあそういう方にはまちょっと向いてない本なのかなというような印象でした。はい、今日は以上になります。よろしければチャンネル登録とグッドボタンの方をぜひよろしくお願いします。失礼します。